エポポのことがなんかもう好きになっちゃってる。さかのぼること1時間前、 LINE LIVE のオーディションで優勝しコラボすることになったタコくんとスタッフの打ち合わせにて。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあちょっとそこ座ってもらっていいですか。あ、はい、ここでいいですか。はい、そこで大丈夫です。はい、あの LINE LIVE での、はい、あのイベント優勝おめでとうございます。あ、ありがとうございます。今日はプラプラ部に出演していただけるということで、はい、本当にありがとうございます。いやいや、もうこちらこそですよ。もうめちゃめちゃ楽しみにしてます。あのイベントとか結構大変だったんですか。いや、本当に接戦だったんで、もうファンの人たちがすごい頑張ってくれて取れたあの1位だったんで、本当にね、もうみんなが作ってくれたこのプラプラ部っていう思いで今日は楽しんで撮影に挑みたいなと思います。ありがとうございます。はい、で実はもうこれカメラ回ってまして。あ、これも回ってるんですか。これも回ってます。映ってます。映ってますよ。ああ、やば、大丈夫かな、さっきまでで、はい、ちょっと一人でもカメラ回ってるのにはちょっと理由がありまして、今日やる企画のうちの一つに、はい、ドッキリをタコくんに、エポポに仕掛けてもらいたいなと思いまして。おお、いいじゃないですか、ドッキリ。はい、でそのドッキリの内容なんですけど、初対面なのにいきなり告白してくるドッキリということで。ああ、僕がエポポに。はい、僕がエポポに告白っすか。そうです。え、普通にあれっすよ、あの初対面なんで、もし今回そのエポポが OK 出しちゃった時ってこれ大丈夫なんですかね。そうですね、そこはなんか僕らでも多分エポポ仕事でこう YouTube もやってますし、まあ、初対面のタコくんにこう告白されても、うん、まあ、絶対 OK しないかなっていう、まあ、自信はあるので、まあ、自信はあるので。本当ですか。もしもしもしもなんか OK 出しちゃった場合。いや、もうそれは絶対ないと思います。プラプラ部で、ここに布団敷いて、はい、感じやるから。いいの、もしちょっと一回。え、でもこっちか、パンダ出身やから。でもソファー座るの変な感じ。ソファー、いつもでもこんな感じでやっとったんやと思って。これで一人で焼肉もやったわけやろ。あ、一人で、あ、そう、牛タン食べて美味しかった。もうあのエポポの姿を見てもなるほどね、俺を待ってるのねって思っちゃったから。お待たせ、お待たせ。おかえり、おかえり、いや、おかえりってどういう。ただいま言ってないし。ウェルカム。そう、ウェルカム。もうでもめっちゃ緊張しちゃってるからさ、なんか変な感じするな。もう今だって、もう今目合わせた瞬間やばかったもん。これ二人で撮るのは無理よ。なんで？いきなり攻めた発言をするタコくん、そしてさらに攻める。いや、もうだってすでにだってドキドキしちゃってるやん。ねえ、どういうこと？え？いや、だってさ、でもさっきさ、あのエポポさ、俺に彼女おるって聞いたやんか。いや、まあおらんねんけど。彼女はおったのよ、やっぱ昔。あ、いつ？いつ？中学生の時くらい。で、もうその、あの彼女にバリエポポ似てるわ、今見たら。それめっちゃよく言われる。え、いや違う、めっちゃよく言われるって意味わかる。違う、それはさ、ドミちゃんとかの話やろ、あの顔似てるってやつは。俺のその元カノに似てるっていうのをよく言われるっていうのはちょっと頭やっちゃってるで、それ。え、うん、諦めきれないタコくん、そしてさらに攻める。二人になった瞬間にさ、意外と気まずくなかった。うん、てかあの気まずさを感じない。気まずさ感じない、なんか人生合ってたんじゃないかぐらいの、なんか人生合ってたんじゃないかぐらいの。何そのピース。嬉しそうな表情をするエポポ、これはいけるか。え、やっぱボンボンとかでもさ、やっぱ恋愛ってあるんかな。いや、わかんない。全然わかんない。もあるのかな。もしやで、もし仮にやで、うん、仮にプラプラ部で俺とエポポが付き合ったみたいになったらやばいかな。結構こういうこと言うとびっくりするかもしれんねんけど、うん、俺もめちゃめちゃエポポの動画見てきたわけよ今日。何回も聞いた。そうそう、でもめっちゃもう元カノにも似てるし、うん、なんかもうさ、気づいたらさ、めちゃめちゃもうこれびっくりするで、エポポめっちゃ、あ、ちょっと
あの、あれやねんけど、めちゃくそエポポのことがなんかもう好きになっちゃってる。どういうこと？ありがとう。プラプラ部が始まってから1ヶ月半、 YouTuber というお仕事の大変さが分かりました。最初は何を話していいか分からなかった。商品紹介、応援してくださる視聴者さんのコメントにたくさん励まされました。ロケに行き、一人で頑張ったり、時には辛いことがあり泣いたりもしました。先輩方の活躍を見て私も頑張ろうって決意しました。これはドッキリです。絶対に OK とは言ってはいけません。それではエポポの答えを聞いてみましょう。エポポのことがなんかもう好きになっちゃってる。どういうこと？ありがとう。じゃあこれからよろしくね。いや違う、そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、何？人としてじゃなくて。どういうこと？いや恋愛として。うん、絶対嘘でしょ。え？初対面でだってこれ言い始めたらやばいやろ。絶対嘘でしょ。いや嘘でこんなこと言い始めるやつおると思う。言いそう。俺が？うん。そんなチャラく見える？ね、チャラいってか、なんかそういうの面白ふざけて。え、これ真剣。どういうこと？なんてか、まだかな。ちょっと携帯に逃げちゃってるやろ。何？逃げちゃってるやろ。俺今愛に告白をしてるの。エポポに。あげるよ。え？エポポも？え？どういうこと？ハートやから。そういうことじゃなくて。やからやで。真剣に言ってんねん。絶対嘘って分かってるよ。え、そういうやつ？違うよ。そういうやつ。これ撮ってるのいいよ。いや、閉まってるやん、シャッターが。じゃあ回した方がいいんじゃん。なんで？なんで？なんでそういうのやと思ってる。ちょっとほんまに聞いて。ちょマジでちょっと今。じゃあうちが撮るから貸して。そういうのだけはほんまにやめてよ。そういうのじゃなくて、携帯に逃げるのじゃなくて、ちょっとほんまに真剣に言ってんの。今しかチャンスない。なんかおかしいよ。おかしくない。どういうこと？だってさ、みんな来ないしさ。エポポに付き合ってほしい。無理で。いや真剣に今の。いや俺マジで前世から俺、うん、エポポと会ってる気しかせえへんし、うん、絶対にうまいこといくと思うねん。俺と付き合って。え、怖いねえ。え？あ、取れてる。さっきの。え、ちょっとほんまにやめて。え、ちょっとほんま最後にもう一回答えで。うん、これで諦めるわ。うん、ほんまに正直になって。どういうこと？正直に教えて気持ちを。エポポの付き合ってもいいかとんか。俺と付き合ってほしい。どういうこと？ミヤとミねえ、怖いっていうドッキリでした。え、やっぱ撮ってるの？え、やっぱ撮ってる。いや撮ってるよ。やからめっちゃびっくりした。エポポが撮ってるって言った時にヒヤヒヤした。ほら、あそこ。無理だ、もうこれで告白する前に終わったと思って。やから気づかなかった。いやそうやろ。というかさ、いや違うのよ。ドッキリなんかさ、仕掛けられたことないし、仕掛けたことないし、エポポもドッキリ仕掛けたこと、もう仕掛けられたことない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 。やからこれ、気づかないんだね。そう、ドッキリの初めて同士がやっちゃってるわけよ、これ。絶対やばいと思うね、これ考えた人。え、誰考えたの？え、それはもう大人たちに聞いてよ、やっぱし。いや、だから多分おはろー。おはろー。いや、おはろーじゃないのよ。じゃあ挨拶しなきゃ。普通にさ、じゃあエポポの振り方ひどすぎた。うん、エポポに付き合ってほしい。無理で。プラプラブ。はい、ということで今日はタコくんに告白ドッキリをされました。イエイエイエイ。この動画から見ている方はタコくんのことをまだ知らないと思うんで、
自己紹介をしていただきたいと思います。 LINE ライブのイベントで優勝して見事1位に輝くことができたので、このプラプラ部に出演することができました。タコくんでーす。すごい、1位ってすごいね。いや本当にファンのみんなのおかげでこうやってポポとも撮影できて、うん、めちゃめちゃ楽しかった。うん、いつもめっちゃ楽しかった。てかさ、なんでポポさ、うん、あれすぐ断ってきた。え、なんでだろう。なんかもう体が反射的にっていうのもあるけど、いや違う、普通にだって初めましてだったじゃん。うん、でさ、なんかおかしいじゃん。おかしい、普通に告白してくるのおかしい。ああ、もう断んなきゃだって最初返事すらくれんかったもんな。うん、最初濁したよね。この動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。SNS のフォローもよろしくね。タコくんのも待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。